決して深くは考えないようにして曖昧にごまかし続けていた問題に向き合わなければいけない時が来てしまったんだと思った。どうして妊婦ってこう毎日眠いんだろう。ノブさん、ヤスさんがお昼ご飯できたって。キノコのスパゲティ。そりゃ期待できそうだな。ヤスの作る飯が一番うまいし。誰からの返事待ってるの？今朝からメールばっかりチェックして。いやほら、ここ電波悪いから。いつもは携帯部屋に置きっぱなしなのに。シン、お前その何気に人のこと観察する癖なんとかしろよ。ごめんね。でもわざわざ観察しなくてもノブさんは分かりやすいよ。お前に分かられてたまるか。でも分かるもん。やばいよね、ここの星空。じっと見てると手が届きそうで願いが叶うような気分になる。しんちゃん、メールありがとう。私はそんなたくさんの星をもう長い間見ていない気がします。目を閉じてもプラネタリウムみたいに人工的なネオンしか浮かばないよ。私も所詮そのネオンに過ぎないと思っていたから、しんちゃんの言葉にまた一つ救われました。本当にありがとう。ありがとう、ナミちゃん。こんがり焼けてるね。いえ、はい。あ、っていうかすいません、なんか緊張しちゃって。だって、私、デビュー当時からトラネスの超ファンで。そうだっけ？突っ込むなよ、社交辞令、社交辞令。お父さん。やっぱり派手すぎるか、この柄は。ネクタイなんかしなくていいから。父親の威厳が。すいませんね、お待たせして。はじめまして。一ノ瀬匠です。でけえな、おい。何メートルだよ。
1メートル83センチだよね。お前には聞いてねえよ。デレデレしやって。ご挨拶が遅くなって申し訳ありませんでした。これイギリス土産です。と言ってもイギリスらしいものは紅茶くらいですが。あらまあ、こんなに。いやーありがとうお兄様、一生ついていきます。あったか、素敵。お父さんはこんなの絶対買ってくれないわ。ずいぶん羽振りがいいようだが、芸能人ってのはそんなに儲かるのか。一ノ瀬さんよ、人それぞれですよ。所詮人気商売だしな。そうですね。そんなんで娘と子供を本当に一生養っていけるのかよ。大丈夫ですよ僕は。僕なんか食えねえやつだな。表向きは芸能人ですけど、やってることは職人ですから。バンドは人気の問題以前に続けていくこと自体が難しいですから。今のバンドを生涯やれたら本望ですけど、俺一人の意思じゃどうにもならないし。私は今日プロモビデオの撮影でウェディングドレスを着ました。結婚できない女の歌なのに、なんでわからず屋のスタッフなのかしら。ほんの数秒散りばめるシーンのために撮影は一日がかり。全てがそんな感じで、つくづく大変な仕事だけど、みんなで一つのことを成し遂げていく喜びは大きいし、仲間といると自分の居場所を感じられるから、辛いことがあっても私は歌い続けてこれたんだと思います。はい、オッケー、お疲れさん。もう終わり？もう十分だよ。今の7の歌唱レベルじゃ何度とっても同じだ。つまり今の7としては申し分ない出来栄えだ。何それ。高音が上がりきらないところは機械で調整できるから、ライブで恥かかないようにボイトレに励めよ。音楽雑誌にまで意地悪なこと書かれるぞ。うるせえ、笑うな、もう一回歌わせろ。さてと、これでレコーディングも無事終わったし、釣りでもやるか。ああ、いいっすね。やった、それだけが楽しみで来たんだよ。それだけ。松尾、もっと歌わせろ。騒ぐなよ、魚が逃げるだろう。そういや奥さん、なんで逃げたの。ガイアがレコーディングを兼ねて強化合宿をした一番の理由は、メンバーとスタッフの結束を強めるためじゃないのかな。これからしんちゃんが一緒に仕事をしていくスタッフは、バンドを支えてくれる家族みたいなものだから。私はその合宿はすごく意味があることだと思うよ。お互い頑張ろうね。一ノ瀬さんはご家族は何人兄弟？お姉さんがいるんだよね。お前には聞いてねえって。お父さん。ちょっと私にも喋らせてよ、つまんない。でもお前はよく知らねえだろ、俺の家族のことを。お前？すいません。いいんですよ全然、むしろ私をお前と呼んでくださいまし。よくないよ、絶対ダメ、日本語変だし。ナミ、お前は酒でも買ってこい。まあそうね、ほらすき焼きの材料も。ねえやだ、でも材料って何、肉とか、はいはい、一緒に車で行こう。ナミね、そのバッグでお出かけしたいでしょ。ナミのこと気に入ったわけ、それだけはやめてね。すみませんね、ナナといいナミといい創造し娘で。私もナミと一緒にしないで。いえ楽しいですよ。うちは母が病弱で、家族もみんな暗かったせいか、俺どうも昔から明るい雰囲気の人間に惹かれるみたいで。だからちょっと憧れる、こういう賑やかな家庭の雰囲気とか楽しいよ。そうか、まあナナは健康だけは保証するよ。それで今はご家族は？母は6年前に他界しました。姉は地元の人間と結婚して、父と子供を2人と5人で暮らしています。よし、じゃあ近いうちにこっちからも挨拶に出向かんとな。みんなでお袋さんの墓参りをしよう。そうね。いやいいですよ。え？実は父がひどいアル中で、今やまともに人と会話もできないんで、すいません。アル中、そりゃ大変だな。でも一応ご挨拶はしないと。いえ本当にいいんです、姉の結婚式にも母の葬式にも出なかったような人ですから。俺は式にも呼ぶつもりはありませんよ、台無しにされたくないし。父親がおかしいんじゃ、ガキもろくな人間に育たねえぞ。俺がいい例だ。
それより式場の件ですけど、ちょっとこの書類をご覧ください。いや、お前営業マンじゃねえんだから。お父さん、お前って。おレン、こんなところで寝てたら風邪ひくよ。ほらおいで、いい子だから。こらこら。レイラさん、すいません、私いつの間にか寝ちゃって。飲みすぎたのかな。本庄さん大丈夫ですか？うん、いつものことだから。ベッドに運ぶの手伝って。はい。しんちゃん、私はしんちゃんが忘れていってくれたライターを日本に置いてきてしまったことをすごく後悔しています。なくしたり壊したりしたらいけないと思ったからなんだけど、手に届く場所にないとやっぱり不安だよ。大切にするって難しいね。私は27日着の便で日本に帰ります。しんちゃんはいつ東京に戻りますか？ちゃんと目を見て話がしたいよ。偽らずに誰かと見つめ合うことは自分自身を見つめることでもあると思うから。目を背けたら負けだよね。私は負けたくない。読んだ。はい。7泊8日のレコーディング兼強化合宿は滞りなく終わった。だけど東京へ戻ってもやぶかの張り付く家には帰れない。何読んでるの、しんちゃん。文学少年なのね。エロ小説、売店でミカさんが買ってくれたんだ。面白い？しんちゃん。全然面白くない。あれ、からかっても無駄。シンはミカさんより上手だと思うよ。え？でも勉強になるよ。何の勉強？隣の奥さん。私たちは今日から所属事務所の寮とやらにぶち込まれる。寮といってもただの名目でね。住人がうちのタレントさん限定ってだけで、普通のマンションと変わりないのよ。完全個室だし、門限もないし、口うるさい寮母さんもいないしね。でも警備と設備はちゃんとしてるから安全で快適。なんでもいいよ、落ち着いて眠れるところなら。あ、窓はあんまり開けない方がいいかも。お隣ラブホテルだし、ま、向こうもあんまり開けやしないでしょうけど。どこが快適なんだよ、これじゃ日が入らねえ。トイレとシャワーもついてる。バスタブは？いちいち文句の多い子ね。何様のつもり？いい暮らしがしたいならのし上がってみせなさいよ。明日からスケジュールぎっしり入れてあげたから。待て、銀平、電話は？一階のフロントにあるけど。フロント？あんた携帯くらい変えなさいよ。仕事に不便じゃない。あれのどこがフロントなの？警備のおっさん寝てるし意味ねえよ。暇なのよ、安全な証拠。それじゃ明日の朝7時に迎えに来るから、勝手にフラフラ表に出ちゃダメよ。おかしい、絶対おかしい。うちのプロダクション
大体社長からしておかしかったし。まあ頑張れや。いや、人を見かけで判断しちゃいけねえけど、こいつもどう見てもその筋の人。誰だお姉ちゃん。ブラックストーンズのナナだよ。さっき自己紹介したろ。ああ、なんか用か。ちょっと電話を。勝手に使え、金ならいらん。やっぱいいや、聞かれたらまずいし、ノブに借りよう。ああ、遠慮いらねえぞ姉ちゃん。でも、レンに電話して一体何を言えばいいんだ。どうせしばらく会えないんだし、中途半端に構うくらいならほっといてほしいんだけど。そう言えばいいのか。なんか息がしにくい。きっと空気が汚れてるからだ。だから東京は嫌なんだ。え、ブラックストーンズ知ってる？マジで？だって有名じゃん、ある意味。いやいや、君ほどでは。いやー、超感激。目上がって。え、いやでも。いいから早く。ね、え、何してんのチビ、楽しそうね。いや、あのお隣にご挨拶。ナナ？べっぴんさんじゃねえか。さすが芸能人。え、高坂ゆり？ AV の？皆さんよくご存知だこと。一体どういうプロダクションなんだよ、司会コーポレーション。なんで AV 女優が所属してんだ。ま、あの子はもともとアイドルだったしな。売れなくってすぐ脱いだけど。詳しいのね、ヤス。だいたい男女混合の量なんか聞いたことねえぞ。無法地帯じゃねえか。訳ありタレントの収容所じゃねえか、もしくは避難所。だから寮なんて名目だって銀ちゃんが言ってたじゃん。だよな、あんないっぱい AV に出てたら金あるだろうに。なんでこんなしょぼいとこに住んでんだゆりちゃん。ゆりちゃん、ノブ、あんた私と部屋変われ。え、てめえみたいな飢えた狼が隣人じゃゆりちゃんが危険だ。なんもしねえよ、あいたプロだぞ。とにかく変われ。なんでお前はそう横暴なんだ。ノブを別にエロビデオ見て抜くのは構わねえけど。あんた、私との作戦を忘れちゃいないだろうね。作戦？ハチ公を取り戻せ大作戦。共に戦うと誓ったろ。他の女と交わるな。なんだよそれ、勘違いするな。勘違い？デレデレ嬉しそうにユリちゃんと喋ってたじゃねえか。いや、そうじゃなくて、俺は別にハチを取り戻すために戦うわけじゃねえよ。それとこれとは話が別だろ。ハチとバンドは何の関係もねえんだから。だいたいなんでお前がハチを庭で飼うために俺が世話しなきゃなんねえんだよ。俺はあいつのことはもうマジで諦めたんだから勝手にやれよ。でも何、しつけえな。もうじゃあ何のために戦うの？え？愚問だ。私たちは自分たちの音楽をプロとして認めてもらうために戦うんだ。ハチは関係ない。ナナ、ノブが誰と付き合おうとノブの自由だし。でもじゃあ私とハチはどこでどう繋がっていればいいの？私はあの家には帰れないし、帰ってもハチはもういないのに。ねえヤスさん、これなんて読むの？偽り、ザ・ライ。ありがとう。はい。ヤスさん、ナナが。ナナ。シン、救急車を呼べ。119番だ。ここの住所は？警備の山岸さんに言って電話してもらえ。なんか話してたら急に息が上がって苦しそうになって発作みたいに。ナナ、大丈夫か？
すぐに救急車来るからな。大丈夫だ、心配するな、ずっとついててやるから。俺はどこにも行かねえよ。過呼吸じゃない？あ？それ死ぬほど苦しいのに絶対死ねないのよね。え？生き地獄。こら、待て！ノブ、紙袋かビニール袋ないか。え、なんで？いいから、早く探せ。ねえ、ハチ、もがけばもがくほど沈んでいくなんて、人は虚しい生き物だよ。私は生まれ変わるなら魚がいい。狭い水槽の中で蓮と二人だけで泳ぐの。私の手